単線区間の停車場の安全側線安全側線を含む液構造高下線に設置された安全側線の例、イギリスで多く使われている脱線点鉄機安全側線緊急防護装置、安全側線とは仮装して他の列車の進路に支障をきたすことによる衝突を防止する目的で本線とは異なる線路へ列車を侵入させ、列車を意図的に脱線、停止させるために設ける。 停車場内の短い側線である。側線を設けないポイントだけの設備は脱線点鉄機という。単線区間の行き違い施設では列車が停止位置を棒を進むして本線に出てしまうと対向列車と正面衝突する危険がある。そこで本線に合流する分岐器の手前で分岐させ、その先を砂利盛りなどの車止めにしておくものが安全側線である。 安全側線導入によって、単線区間でも同時進入が可能になり、交換待ちによるダイヤのロスを減らすことができる。列車交換時には分岐器は安全側線側に開通しており、列車が棒を進むした場合はそのまま安全側線に進入させた上で砂利盛りなどの車止めで停止させ、対向列車との衝突を避ける仕組みになっている。 日本では1913年10月17日に発生した東岩瀬駅列車正面衝突事故を教訓に全国で整備された。この東岩瀬事故やそれまでのオーバーランの実例、手図の実験の結果を参考に、突っ込み線の長さは約91メートルとされ、さらに車止めを設け、その手前約10メートルの区間に砂利盛りをすることになった。 本線へのご侵入により他の列車、車両との衝突を起こすよりも、ご侵入列車、車両を脱線させた方が被害がより少ないであろうという想定に基づいている。安全側線は、ご侵入した列車、車両を停止させるために、十分な砂利堤等の長さが確保でき、侵入速度が十分低ければ、有効な安全システムとして機能する。しかし、日本では、 用地の関係で、砂利盛りが省略されている箇所や、十分な長さがない箇所も、少なくない。また、高速で進入すると、当該列車が、脱線転覆するのみならず、本線に支障をきたして、対向列車や後続列車との二次事故を生じる危険も、高い。現在では、安全側線に高速で進入することのないように、手前で ATS などにより減速させるほか、一万一 安全側線に侵入した場合には、ケーブルの切断、スイッチ動作などにより、周辺の信号機を停止信号にする安全側線緊急防護装置を設置して安全対策を行っている。また、複線化やより安全性の高い保安装置の導入により、安全側線が省略されるケースもある。安全側線はその性質上、 通常時に車両が入線することは想定されないため、安全側線に侵入した場合には重大、インシデント扱いになり、運輸安全委員会による鉄道事故調査の対象になる。以上は、某進むした列車が高速で、安全側線に侵入した際に安全に脱線させることができずに転覆、傾斜し、本線に支障をきたしたところに、高速列車、対向列車が突っ込み、二次事故を引き起こして、 多数の死者を出す、第三次となった例である。詳細は、それぞれの項を参照。詳細は、各事故の項目も参照。広島発西鹿児島行きの急行、太貸が、駅構内へ侵入した際に、運転士が駅構内の信号を見落としたため安全側線へ、侵入、脱線。40メートルほど道床へ乗り上げた。怪我人はなし。 ATS 装置は機能していなかった。列車は先頭の4両を切り離して50分遅れで西鹿児島駅へ向かった。篠山口発大阪駅の快速電車が停車する際に事故当日の雪によりブレーキ周に雪が挟まりブレーキが機能しなくなったため滑走し停止位置を行き過ぎ安全側線へ進入し車止めの石に乗り上げ全3両が脱線した。この脱線で ダイヤの乱れ、運休はあったが、人的被害は免れた。なお、この事故がきっかけで、福知山線内を走行する電車にも、大雪ブレーキを装備することとなった。夕張発追い分け駅上り普通列車の運転士が、通常ダイヤでは、当該列車は当駅で行き違いを行わないが、事故当時は、降雪でダイヤが大幅に乱れており、当駅で、 対抗の特急列車の通過を待つことになっていた。そのことは当駅停車中に輸送指令から運転士に伝達する予定であったが、連絡前に運転士が列車を出発させて事故に至った。結果的に特急列車との衝突を免れ人的被害もなかった。寝台特急トワイライトエクスプレスを札幌駅まで牽引する予定だったディーゼル機関車が安全側線へご侵入し、 砂利盛りに乗り上げて停止した。この影響で夜行列車に数時間の遅れや普通列車に部分運休などの影響が出た。秋田発もり行き普通列車が線路に積もった杉の木の枯れ葉で制動時に車輪が滑走し十分に減速できないまま安全側線に入り、砂利盛りに乗り上げて先頭車両の前側台車一軸が脱線して停止した。この脱線でダイヤの乱れ、 運休はあったが、人的被害は免れた。キー・カツラ発新宮行き上り普通列車が、線路に積もった竹の枝葉のため滑走し、ホーム位置で停止できずに安全側線に侵入し、砂利盛りに乗り上げて、戦闘車両の前側台車に軸とも脱線して、停止した。この事故で、運休やダイヤの乱れが生じたが、人的被害は免れた。詳細は、当該項目を参照。 詳細は当該項目を参照。詳細は当該項目を参照。ありがとうございます。